梅津明彦は、日本の法学者、新潟大学教授、博士、専門は商法。福島県藍津若松市生まれ、父親の職業の関係で幼少の頃から各地に住む。1985年、駒沢大学法学部法律学科卒業。1987年、鹿児島大学大学院法学研究科修士、家庭修了。1990年、 神戸大学大学院法学研究科博士後期、家庭単位取得満期大学。東北学院大学法学部助手、専任講師、助教授。専攻は、商法、保険法、証券取引法。1995年、学位論文、保険中介者の規制と責任で、博士号取得。東北学院大学法学部教授、同大学院法務研究科教授。 法務研究課長を経て、新潟大学大学院実務法学研究科教授。新潟大学法学部長、公認会計士試験委員、日本保健学会理事、日本会法学会理事、新潟県立柴田病院倫理、審査委員会委員などを歴任。木の国や書店、著者等紹介。2019年1月4日閲覧。 会計人2005.3略歴とお人柄2019年1月4日閲覧新潟大学人文法経済学部同窓会平成28年度山形県支部活動報告2019年1月4日閲覧日本保健学会日本保健学会役員及び評議員2019年1月4日閲覧日本海法学会 役員一覧。2019年1月4日閲覧。金融庁。保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム2006.5。2019年1月4日閲覧。新潟大学法科大学院。教員紹介。2019年1月4日閲覧。リサーチマップ。研究者情報。2019年1月4日閲覧。 ワールドキャットアイデンティティーズ梅津明彦オーバービューワークス2019年1月4日閲覧有比較会社法判例100選第3版ナン、no. バー2292019年1月4日閲覧ありがとうございます